長崎の今をしかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる。ふるさとがもっと好きになる。身近な長崎。八郎部長、東京に住む私の友人が長崎に U ターンして仕事をしたいと考えているんですよ。ほうほう、今県では UI ターンによる就業を支援する取り組みを進めているから活用できるかもね。長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業のことですね。就職したい、創業したい、事業を拡大したい、そんな皆さんを支援し新たな地域の雇用も生み出す今注目の取り組みですね。そうそう、誰か詳しく調べてくれないかな。わかりました。では早速モースケ君を派遣しましょう。はい、モースケがしっかりお伝えしますよ。まずは県の事業担当者にお話を伺ってみました。改めて長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業とはどんな取り組みですか？はい、それは都市部からの移住を促進するとともに地域の雇用創出につながる事業拡充や創業にチャレンジする事業者を応援する取り組みです。具体的には移住する方を支援する移住支援事業、創業する方を支援する創業支援事業、事業拡充を行う事業者を支援する事業拡充支援事業の3つがあります。それは頼もしいサポートですね。地域を元気にする支援として評価をいただいています。実際に支援を受けている事業者を訪ねてみました。平戸市田平町のキャンプ場で新型コロナウイルス感染症を契機とした新たな事業展開に事業拡充支援事業を活用した白石悦次さん、事業拡充支援事業を利用した経緯について教えてください。はい、私もこちらでキャンプ場をやっていく中でですね、キャンプをするだけではなくてより多くの方に平戸の魅力をですねもっと知っていただくためにどんなことができるだろうかというふうにいろいろ考えた頃ですね、このチャレンジ事業を挑戦させていただくことによってなんかいろんなことができるんじゃないかと思って、応募させていただきました。利用してみて良かったことは何ですか？はい、なかなかですね、キャンプをやっていくだけではなくて、そこからちょっと違った目線で新しいことに挑戦するということ時にですね、こういった事業を活用することによって新たな投資を自分でやってみようとか、あと若い人を雇おうとかですね、そういったことにつなげていくことがやりやすかったというのが非常に良かった点じゃないかというふうに思いました。現在どんなことを行っているんですか？私の方ではですね、ここの広大なキャンプ場を維持管理するのに羊を導入してですね、でその羊に草を食べてもらって、若い人がそれを羊飼いとして世話をするというところを挑戦したりですね、あとはそのカフェの中でワーキングスペースを作ってそこでセミナーとか地元の人を講師に先生にしてですね勉強会を開くことができました。平戸の新しい魅力としてですね、草原と海と羊がセットになったこういった風景を何もせずにですね楽しんでいただける場所というものを新しいその楽しみ方の一つとしてですね、皆さんに知っていただきたいなというふうに思っております。素敵なキャンプ場でしたね。訪れる方も増えて今後ますます地域の元気につながりそうですね。事業を始める方の支援にとどまらず新たな雇用を生み出すというところもポイントでしたね。そうだね、この事業を利用された方はスムーズに事業を展開しているようだしね、移住者も対象になるから東京から帰ってくる君の友人にも活用してもらえるといいね。そうですね、しかとお伝えしておきます。私の見せ場取られた。